福岡県などを舞台に去年初めて開催された自転車の国際ロードレースツールド九州ことしも10月の開催が決まりきょうコースが発表されました九州は一つを象徴する大会であります多くの皆様に九州の可能性を感じていただける大会にいたしたいと考えておりますマイナビツールド九州2024は 去年に続いて福岡、大分、熊本の3県が舞台です。コースは全長およそ400キロで、10月11日からの4日間開催されます。今年は大分県からスタートです。国内外のトップ選手は山並みハイウェイを走り、翌日の熊本県では阿蘇の草原を駆け抜けます。福岡県は勝負が決まる最終日で、 岡垣町をスタートした選手たちは海沿いのサイクリングロードを疾走し世界遺産宗方大社のゴールを目指します実行委員会は来年からは他の県でも開催したいとしています